滝の水公園から見た有形緑区は名古屋市を構成する16区のうちの一つである。名古屋市の南東部に位置する。伝統工芸の有松、鳴海絞りで有名な有松があり、織田信長軍が今川義元を倒したことで知られる1560年の桶狭間の戦いの舞台の一つが有松町桶狭間である。鳴海には東海道の鳴海塾があった。大高は、 伊勢湾岸自動車道、名古屋高速道路、下半島道路の交わる高速道路の要衝である。昭和40年代以降、区の北東部の開発が進み、これが人口急増の原因となっている。名古屋市では珍しい元に方県の地域を含んでいる。南西部の天白川をはじめとする河川に沿った低地と、北東部の緩やかな丘陵地で形成され、 大高緑地公園に代表される公園及び緑地が多い。緑区南部に位置する大高町に氷上山がある。またそこには厚田神宮の元宮である日上姉子神社がある。昔は氷上ではなく過剰であった。大火事があり過剰から氷上に変更されたという噂がある。従来から区南部には旧東海道、国道1号線、 国道23号線、JR 東海道本線、名鉄名古屋本線が通っており、住宅も区の南部に多く、区の北部は里山が多かったが、2011年3月に地下鉄桜通線が区の北部に延伸した後は、北部も住宅街の発達が著しくなった。産地主な山河川主な河川湖障主な池名古屋市の地名、緑区を参照。 名古屋市の行政区多の市町村東海道なる未宿、緑区における、旧町村配置図江戸時代、現在の区域はすべて、終わりの領地であった。加納の清水家が大高に一万国で館を構える。役所緑警察署緑消防署、有松出張所名古屋市立緑、市民病院名古屋緑郵便局名古屋市緑図書館、名古屋市緑文化衝撃場緑、 スポーツセンターヒルズウォーク、特殊ゲガーデンズテラスより望むユメリア本部、交番本部消防署出張所主な病院主な、郵便局主な図書館アピタナルミ店、イオンタウンは有松イオンモール大カヒルズウォーク、特殊ゲガーデンズ主な繁華街主な商業、施設上場企業電力上下水道南大高駅、なる駅東海旅客鉄道名古屋鉄道区の西部に、名鉄とこなめ線が通っているが、駅はない。 また、東海道本線に並行して、東海道新幹線が通っているが、駅はない。名古屋市交通局区の中心駅は、鳴海駅と徳茂駅であるが、利用者は分散している。区役所への最寄り駅は、佐京山駅となる。また、上記に掲げた、区内所在の駅の他に、徒歩県内の駅として、地下鉄、野波駅と地下鉄鳴子北駅がある。 特殊化バスターミナル路線バス営業所交通広場、名古屋南 JCT 高速道路、国道県道幹線道路の道路通常名、南北の道路東西の道路、名古屋情報専門学校名古屋市立緑高等、学校東海自動車学校市立、県立市立市立市立主な城郭主な寺主な、神社主な公園文化施設温泉ゴルフ場その他、有松、鳴海絞り、 ありがとうございます。